はじめまして、今回、ダシについてお話しさせていただきます、キタミツルです。Hi,、uh, my name is、K uh, Kita, and be about today. ここにおられるほとんどの方は、僕のことを知らないと思いますので、少し自己紹介させていただきます。僕は大阪で生まれ、23歳でアメリカにやってきました。 今年で在米歴、シェフ歴ともに23年です。お恥ずかしい話ですが、アメリカに来るまで全く料理をしたことがございません。 アメリカに来て最初の8年はロングアイランドにあるステーキハウスでヒバチシェフとして働いておりました。Years, um, America, その後、マンハッタンにある北のホテル内の白バイレストランで10年ほど解石料理を学ばしていただきました。

えー、あと料理教室、ケータリングなどを行っております。僕が料理教室をする際に、えー、絶対に一番最初に行うのがだし、えー、のクラスです。だし、えー、とは和食の基本で、乾燥した、えー、海藻。 野菜、魚から取った、スープのことです。As a fundamental in Japanese cuisine, だし is a broth made of dried seaweed, vegetables, and fish.Since <laughs> a lot of Japanese cuisine makes use of だし、uh, the overall flavor of the food it depends usually on whether the だし is good or bad. 料理を映画に例えるなら、だしはわき役ですが、えー、言いいわき役なしでは、えー、素晴らしい映画は成立しません。If you compare だし to a cooking to a movie, だ、uh, し can be considered to be a supporting role, and without a good supporting role, a good movie cannot be made.、えー、なぜだしがそこまで重要かといいますと、だ、え、し、ー、は食材に浸透して、えー、うまさを引き出してくれる魔法のスープなのです。 だし、uh, uh, magic, の歴史は長く、だしの材料である昆布や鰹節は700年後には文献に登場しており、すでに重宝されていたようです。 ダシが発展、普及していった背景には6世紀半ばに伝来した仏教の教えが影響していたと考えられておいます。 稲作中心の日本人にとって、稲作に役立つ家畜動物は、貴重な存在で、その動物を保護するという観点と、仏教の肉食禁止の教えが、次第に肉食を汚れと考えるようになったと言われております。フォース・ Japanese people regarded any animals that would assist in the rice cultivation process as prized beings. さら、uh, so uh, eh, に675年に天武天皇が肉食禁止令を出し、明治天皇が肉食禁止を解禁する1871年まで、えー、肉食禁止は国策として考えられていました。 ため、えー、日本人には肉を食べる習慣がああままりありませんでした。From Emperor ただ、肉食禁止令は出されていましたが、全く肉を食べなかったわけではございません。えー 家畜はダメだけど、野生肉ならいいなどと、自分たちで勝手にいいように解釈しては肉食を続けておりました。ですが、他国に比べれば断然に肉を食べる頻度は低かったと思います。 その結果、日本人の食は米を中心とした穀物、魚介類、野菜といったものになるわけですが、やはり肉のうまみと比べると味が劣とってしまいます。 そこでその旨味を補うために出汁が発展、普及していったわけです。1600年頃には今の出汁に近いものが作られ京都を中心に関西から日本中に普及していきました。

江戸政府が日本を支配する以前は日本の首都は京都で久保を中心に、えー、町は栄えていました、uh, no えー、1603年に徳川家康が創設した、えー、武家政権である江戸幕府が始まり首都が、えー、京都から東京に移されてからは次第に久保の力は衰退していきました With the transition of the capital city from Kyoto to Tokyo the, uh, as well as the establishment of the Tokugawa Shogunate, a samurai government by Tokugawa Ieyasu in 1603, the power of the nobility dwindled. And as their income dwindled, uh, the nobility became impoverished.

Or Kyoto cuisine. Eh, その後、だし文化は大阪に広まり、eh, 大阪から日本全国に普及していきました。 ではなぜ、出汁が全国に普及して根付いていったかというと、それは出汁の美味しさに秘密がございます。うまみという言葉を皆さんも一度は聞いたことがあるかと思います。私たこのうまみ、えー、旨味が出汁にはたくさん含まれていて、主役の食材の美味しさを引き出してくれる名脇役なのです。 このうま味は一般的に認識されるようになりましたが、日本ではこのうま味の存在は100年前から発見されていました the of、um、has ago. ですが世界ではうまみというものが存在すると認められず、えー、2000年にようやく世界でうまみという、えー、ものが科学的に認識されるようになりました。While it wasn't、uh, recognized all over the world,、um, in 2000 the concept of うまみ was finally scientifically discovered and spread throughout the world.、えー、僕がコンサルティングをしている、えー、日本食レストランでの話なんですが、えー、中国人シェフ の方がある日、えー、僕に、えー、北さん、えー、旨味持ってると聞いてきました as a 多分彼の中では旨味というのは、えー、調味料のようなものだと勘違いしていたんだと思うんですが、えー、お互いあまり英語がうまくないため、えー、説明しても分かってもらえないだろうなと思って諦め とりあえず、うまみは持ってないなと、えー、笑ってごまかしておきました。Have um、日本人でも、えー、間違える方は多いのですが、うまみとはおいしいという意味ではなく、えー、甘みや塩味と同じ味覚のうちの一つなのです。 To the word Rather, and sweetness. 京都出身の研究者が1980年に人間には第五の味覚があることを発見そしてうまみと命名いたしました。ちなみに、えー、翌年この研究者がうまみ成分を工業的に抽出する製法を編み出し

えー、特に重要な成分が、えー、3種類ございます。There's a lot of umami components included in たし、um, but I would like to focus on three main、uh, types: glutamine-san、えー、いのしん -san、ぐわにる -san です。Uh, glutamic acid, いのしん -san, and guanilic acid. ぐるたみん -san は昆布、チーズ、トマト、緑茶、イワシ、 白菜、母乳などに含まれておりますグルタミックアセディスンクルーディングインフードはケーブル、チーズ、トマト、グリーンティー、サーディン、ナッパー、ブレストミルクイノシン酸はカツオブイワシ、サ、え、バ、ーえーえー、鶏肉、豚肉などに含まれていますが、えー、野菜類には含まれておりませんイノシン酸はイノシン酸はイノシン酸は

うまみ c o m p o n e n t they can also extract more flavors through dashi. 今日は、uh,、和食で一番使われる、鰹節と昆布ト、コンブのアセダシオ、スクテミタイト、オモイマス。な please allow me to demonstrate the, one of the most commonly used dashi in Japanese cuisine using bonito flakes and kelp。今回は、実演はしないのでのが後私の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  コンブダシのほうも少し説明させていただきます。While I won't be demonstrating this time, I would also like to explain a bit about ショジンダシ and コンブダシ which I will have you all taste in a bit. ショジンダシはコンブと、簡素シータケを、ジカビで炙り、アブリ。一体ずと一緒に一晩水につけておいたものを温めて、使います。

材料が昆布のみとなりますので、できるだけなるべく上等な昆布を使われた方が美味しい出汁が出ると思います。 とても簡単なのでぜひ皆さんもおうちで作って日本食をさらにおいしく食べていただきたいと思います。It's very simple to make, so please try this at home and enjoy an even more pleasurable Japanese cuisine.First,、えー、I will prepare water.Dashi を取るのに最適なのは何するでございます。Lucky、え、Nakotoni、ー、New York、えー、の水は何するので。 いい材料さえ揃えば日本で作るだしよりもおいしいものが作れるかもわかりません。ソフトウォールは素晴らしいです。そ、uh, so, して、right えー、今回した、日本で作るだした昆布は、えー、リシリコンブです。 ジシリさんの昆昆布布と、えー、ラウス昆布ですねこの2つの昆布は、えー、非常に美味しい出汁が取れるんですけれども、えー、値段も非常に、えー、お高いので、えー、高級料亭などで使われております。

Uh, before putting the in, とこ,こで気をつけなくてはいけないのは、えー、昆布を入れたら、えー、お湯を沸騰させてはいけないということです。Uh, here in the water, そしてですね、えー 昆布を、えー、沸騰させてしまいますと、えー、昆布から、えー、ぬめりが出て、えー、出汁が濁ってしまうことになりますので、えー、注意してください。もし、uh, uh, so えー、キに入、えー、最後の材料がカツオ節です。最後に、えー、現在では、えー、この削り節が、えー、一般的ですが、 昔はですね、えー、私が今、えー、手に持っている、えー、この木の棒のようなこカツオブシですね、えー。それとこのカンナのような道具これを使ってカツオブシを削っておりました、えー。少しやってみたいと思います。 Um, that I'm holding up right now, they would shave these on planes to make the flakes. Please allow me to demonstrate. It's very hard. Yeah. And I'll be putting the flakes in now. 沸騰前に昆布を取り出しまフットマイニー、コンボ、トリダシマス。Now

Remove it. アクを取りましたら少し火を弱めてしばらく煮出します。 そしてしばらく煮出したものを、ペーパータオルとザルを使って、こしていきます。 この時にですね、カツオがもったいないと思って、最後までこうギュッと、絞り切ってしまうと、出汁が濁る原因となってしまいますので、レストランなど、見た目が重要にされるところではやめておいた方がいいと思われます。And at this point,、um, because you、uh, want to save,、um, to use the b o n i t flex as much as possible, you, if, if you r i n g it out, Uh, it will end up making the broth very murky, and so uh, at restaurants where appearance is very important, you would, I would not recommend that. However, at homes, I'm sh uh, you can probably do it and it doesn't really matter. Yes, yes, yeah, still a lot of えまた、シジョニデマワテイル、コンブ、ナンデスガ、オネダモ、ヒジョニテゴロナノデスガ、ダシガ、アマリデナイデスカラ、エスコシエト、オメニエカツオブシオツカテ、ダシオトラルト、エオシダシガ、トリルトモイマス。While、well, the、uh, bonito flakes that you can find at marketplaces are at a very reasonable price range,、uh, you won't be able to get a lot of、uh, broth out so 最後に、えー、だしはおい、えー、しいだけではなく、えー、デトックス効果、えー、あと疲労回復、そしてです、ねえー、血流改善、えー、あとアンチエイジング効果などもございまして、えー、栄養バランスも、えー、抜群であります。

Eh, shichou, now please do create a beautiful and healthful eating habit with this dashi. Uh, thank you for listening. Um, I don't know if I missed a part. Um, how many umami are there? How many types of um umami are there? And uh, how can you combine um, different types to 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 increase the flavor? うまみの種類というのは、ですね先ほども説明したように、グルタミン酸とイノシン酸、アデニル酸、ほかにも琥珀酸など、いろいろございまして、それの組み合わせによって、さらに例えば、鰹節から出る、何だっけ、イノシン酸と昆布に含まれる、何だっけ、グルタミン酸が合わさったら、さらにおいしくなるという効果があります。 So um, as I explained in the presentation, uh, umami is composed of many different uh, components, such as the glutamic acids, inosinic acids, and succinic acids. Um, for example, if you uh, think in bonito flakes, there's uh, glutamic acid, and no, bo bo sorry, bonito flakes is inosinic acid, and in kelp there's glutamic acid. So by kind of mixing and matching, uh, by putting more in, you can kind of diversify your flavors. Thank you. Um, so in regards to the um, umami components with the um, glutamic acid and um, the uh, bonito flakes i'm trying to find a substitute um, that i can use instead of um, any fish um, or meat um, in order to improve umami also what's the difference between uh, shojin dashi and uh, kombu dashi えーとその鰹節に代わるものっていうのは他の魚の、えー、干したものがあるんですけど、えー、例えば、えー、とフライングフィッシュを干したあごだしとかそういうものがございますあと肉でもだし、えー、は取れるんですけどその和食のだしとは少し違った方向になると思います使わずに あとはもう干し椎いたけとかそうですね今説明したあとドライしいたけだけではなくあと他のきのこにもポーチーニとかあといろんなあの干しきのこがあるんですけどそこからも美味しいだしが出るのでそれが多分一番近いのかと思われます。So, Yeah, そうですね。えー、とあと精進だしと昆布だしの違いなんですけど、基本的にベースっていうのは昆布だしなんです。So、uh, the difference between 精進だし and 昆布だし is that the 昆布だし is like the base だ、uh, し。それにもう少しうまみを足すために、えー、と直火であぶったシイタドライドシイタケとか、えーと、入り大豆ですね。いった大豆とかを、えー、足して。 And to uh, accentuate the flavors or uh, umami flavors from that kombu dashi, you would add uh, ingredients such as um, <clears throat> uh, shiitake mushrooms roasted on open fire or fried, uh, cooked uh, soybeans to add the flavors, and that would become shojin dashi. Hi. Um, so I just I'm going to try and mix two questions here. The uh, First, I was wondering about when you said if you leave the kelp in while the water boils, it'll start to uh, melt a little bit, basically, you got the goo. But is that something that needs to be particularly like you need to replace the whole thing again? Or, you know, somehow you could work with that kind of flavor? Along with the idea of uh, after you make this, the dashi, um, and you have the water and, you know, everything set, uh, what, what's the period for how long it can sit with still, you know, retaining its flavor? And if I could add more to it?

えとですね、それであの出汁の保存についての質問なんですけれども、えー、と出汁の保存は、まあえー、とその出汁を取った後にすぐこう、えー、冷水アイスウォーターなどですぐ冷やしてもらって急、えー、冷するんですよねそしたら、えー、と長持ちさせることができるのでそのまま温かいまま置いて蓋とかをしてしまうと、えー、出汁がすぐ悪くなってしまうので。 急いで休冷するっていうのが長持ちさせるコツなんじゃないかなと思います。もちろん余ってしまっただしとかは、えーとれえー、と冷凍保存もできますので。 もしイノコシトガレバレトオホーズンシティタイトモモンダイナイカいモンダス。えー、And、uh, leftover broth can also be、uh, frozen、um, for use later.、Uh, you have identified for us a number of chemicals that are important in the uh, uh, dashi um, including glutamic acid and inosinic acid and others has anyone created an acceptable dashi by taking the simple chemicals and mixing them

はい。 If you want to use this in a in another dish like rice or uh, chicken or sauce, uh, how different should the dashi preparation be?

Can you explain? Sorry, right now. Like use, use that in the base of the sauce or instead of water and oh. rice. Okay. use that. <clears throat> So yeah, he did answer that. Um, so to like when you're making rice, you can put the dashi in and it could add actual like more flavour, uh, like seasoning. Um, and you said chicken and sauce, right? Yeah, <laughs> uh,

Probably very hard to kind of discern that dashi flavor from that from the meat dish. Yes, are, are there um, regional differences for different uh, parts of uh, inside Japan for dashi preferences of what, what's to be used? <coughs> uh, uh a good question. Uh, <coughs> えー、基本的にえっ、ー、と関西の方が、えー、薄味だと言われております。So, the Kansai region is known to have a l i g h t flavor of dashi. そうですで、関東、えー、東京江戸の方が、えー、濃い味付けになっていると言われております。In Kanto region, which is、uh, in Tokyo, the e a s t e r n region,、uh, is known to have a more uh, thicker a、uh, stronger flavor. えっとそれはですねえっ、ー、と江戸時代 にちょっと遡る話なんですけど、えー、とその江戸の町っていうのを、まあ、徳川政権が作ったわけですけどもそこでたくさんの,あの、えー、肉体労働をする方がいらっしゃったのでその方々たちに美味しいと感じてもらえるようになるにはやっぱりかなり濃い味付けの汗が出ますので、えー、とちょっと塩味の強いものが好まれるようになったと言われております。それで、えー、と関東の So, um, to add on to the, uh, the strong flavors of Kanto region, um, you, if we go back to the here's history of Edo period, where, um, like I explained, Tokugawa Shogunate established the capital and they required a lot of laborers, um, to build, I guess, and uh, in order to satisfy their uh, appetite they felt the need to create a stronger flavor, thicker uh, dashi, especially since during the during labor you'll lose a lot of um, sweat, so you need to kind of supplement that with uh, more salt, salt flavor. sometimes when i buy dashi, uh, buy, buy bonito flakes, the flavor is really um, bad. it has a, a weak flavor. where can i buy um, high-quality bonito flakes or the like the kind that you shave with the the plane。そうですね、えー。あの、僕が今日持ってた、あの鰹節、あの木のようなやつと、あの削る道具も、ええー、アマゾンで。 <laughs> 買うことができるんで、えー、<Amazon> 今の世の中素晴らしく便利になっておると思います。 Thank you. I was always taught that kombu dashi included dried shiitake mushrooms, and yet you don't use that as the basis for your primary um, dashi. So I was wondering about that. <laughs> えそうですね今回はちょっとあのま、ー、後ほどテイスティングをしていただくんですけれども、えー、3種類用意いたしてまして、えー、1つは昆布だし1つは精進だしですねあのー、焼いたしいたけと大豆を混ぜたやつそれと鰹だしを用意しておりましてその3つがこう分かりやすいようにと思って、えー、昆布だけにしてあります。

I uh, <clears throat> have a couple of questions. Um, okay, one at a time. <laughs> All right. <clears throat> uh, first one. Um, so it seems like a bit of a waste to throw away the uh, kelp and the, um, the the bonito flakes afterwards. Is there another use for them in, in cooking? えとですねえー、それは非常に、えー、グッドクエスチョンで、えー、非常にもったいないので、えー、とその後再生利用をできるだけ、えー、していきたいと思うんですけどその時は、えー、と昆布などは醤油とか砂糖とかと一緒に煮てしまって、えー、昆布の佃煮というものが作ることができます。So, um, But for like, for example for kelp you can actually take it out and put it in um, soy sauce and uh uh sugar. And sugar and Mm. Oh, uh, yeah, like a tough, uh topping on the rice. Furikake or? Yeah, furikake. You can use furikake for the you know after it, use the bonito flake. Yeah, dry and lost. It's good. Yeah. <laughs> Great. Uh, sorry. S uh, second question is, um, mm -hmm. uh, seems like uh, are you concerned about the the flavor of the paper towel going into dashi, or is there a better process? Mm -hmm. えとですね、高級料亭とか、えー、あのいいレストランではペーパータオルとかはあまり使われてなくてそのだしをこす専用の布みたいなものを、えー、使うところが多いようですですが、えー、ペーパータオルですね、えー、僕がいろいろ試したんですけどバウンティノースメイう So, in uh, high end restaurants, they would not use these paper towels. They would use uh, linen cloth or cloth. Uh, uh, but if um, for this purpose, if you want to use paper towel, bounty mm. is the one I would recommend. You don't have any <laughs> smell. I, I don't need a microphone. OK. <laughs> もし、イそうですね。それはもうレストランのスタイル。 によると思いますもちろん、えー、とそのなんて言うんです安くてこう、ね、提供されてるわけなのでコストを抑えなければいけないっていう面では本出しを使うことも絶対間違いではないと僕は思いますし、えー、ただ本出しでは味わえない味っていうのがやっぱりあのそのそナチュラルの素材からは出るので、えー、僕としてはそちらの方をぜひ今日はお届けしたいなと思ってでもあの本出しも絶対。 So it really depends on the style of the restaurant, but um, uh, I guess if you're working in a very high-volume restaurant with a lot of um, turnaround and of big volume, um, I guess hondashi is okay, and I don't think that's incorrect um, either. But um, there's something, there are some flavors that you really can't get from using hondashi that you can only get from using natural ingredients. So this um, demonstration, I just wanted to express uh, the importance of that. Hi, um, I'm interested in learning more about the umami chemicals that you mentioned. Is, that, um, is there like sources that you recommend for where to learn more about that? Or is that just something chefs just like pick up in the kitchen, like as they learn? Like, えとですね、今回の資料を作るにあたって、えー僕,もえー、僕の妻も手伝ってくれたんですけど、えー、たくさんの文献を、えー、インターネット上で、えー、見て勉強してこ、えー、のスライドを作ってみました。はい、so for this presentation my, uh, uh, my wife h e l p me out a lot and we

Degrees of amino acid um, can really sh change the umami component of the, of the flavor. So um, please uh, do uh, research yourself and learn more about that. Historically, when, when I went to Japan, and uh, what I noticed was in Kyoto area, the soup and everything, uh, the, uh, the sauce for tofu, for example, was so um, tasteless to me. <laughs> and, and I don't know who that, do you think historically those Kuge uh, people uh, became uh, poor and things were diluted there? I'm wondering. Mm -hmm. And of course, my my taste is from New York and Tokyo, so uh, different taste I was brought up. That's one thing. And the other thing I noticed was when I was a child, I remember uh, my mother using cotton cotton cloth a moment uh, instead of paper today. Yeah. but mm. so uh, and maybe that cotton is also well, well washed and well rinsed. Mm -hmm. so that is uh, a, you know good material to use, I think, and uh, almost like um, uh, gauze, gaze. So uh, those things I noticed. <laughs> Thank you. Very interesting. Thank you. ちょっと京都で行っ食べ、うん、たんですけどその味があまりなくてそれは釘、うん、が貧乏になってちょっと薄くなったかなと思って他にもあのコットンのものす。えっの大丈夫です。 奥さんがお食べになった京都の料理っていうのはえっ、ー、とですねそのソース自体に味はあまりつけなくってその多分他の素材のメインの素材があったと思うんですけどそれを引き立てるためのソースっていう考えで料理を多分作ってると思うんですそれが京料理っていうものなので、えー、とそしてあのやっぱり僕もそうなんですけれども、えー、とアメリカでこう長く生活されているとどうしてもやっぱり 強い味っていうのにこう慣れてしまって、そのうまみっていうのを感じるのが少し麻痺をしてくるというか、わかりづらくなってくると思うんですよ。だから、薄く感じるのは仕方ないと思います。So,、um, the dish you、uh, ate in Kyoto is probably、uh, part of this Kyo r y o r i、uh, tradition of having、um, some bland tasting、uh, uh, foodstuffs that are supporting Other main ingredients, um, uh, and vice versa. So you probably tasted something that um, didn't inherently have a strong flavor. Um, and also, uh, this applies to me as me as well. Um, living in the states, I'm used to. I'm very accustomed to strong flavors. So gradually, I became paralyzed to these uh, umami flavors. So I think that's something that's almost inevitable. あとそのペーパータオルじゃなくてコットンとかガーゼとか使う方が間違いなくいいと思います。And, uh, lastly, uh, to well thank you chef kita for that wonderful demonstration and thank you all for joining us today now i'd like to invite you all to the tasting reception on the first floor so he's prepared three pure natural dashi without any seasonings so you th you can actually taste the differences very clearly so hope you enjoy and thank you all for coming thank you chef kita <clears throat>